マイクラで一番難しい着地は何だろう。例えばこんなのとかは結構難しそうだけど、それよりももっと難しいのがある。まずはドリームの空中クラフトボート着地。これはハンターに落とされた時に着地アイテムはなく、落下中にボートを作って着地した。やばすぎる。次にヒッシーの低速落下着地。タワーを作る途中に作っておいた低速落下のポーションを落下中に取って着地に使った。落下距離もめちゃくちゃ高い。そしてノットビクシオスのハンタードロップボート着地。これは前にいるハンターを倒した直後、後ろのハンターに落とされて、倒したハンターがドロップしたボートを拾って着地に使った。最後にエニシングスパークの釣りクラブタ着地。落とされた瞬間にちょうど釣りでゲットしたクラを真下にいたブタに装着して乗った。みんなはどの着地が好きですか？コメントで教えてね。ちなみに僕はドリームに憧れてマイクラしてるよ。